袴田里だ袴田里は八8月11日から1990年5月10日は、大正昭和期の社会運動家、元日本共産党の幹部。戦前の非合法政党時代以来の共産党、活動家で、戦後は、党副委員長となった。1977年、党から、規律違反により除名処分を受けた。1904年8月11日、 青森県上北郡下田村に生まれる。1919年、高等小学校を卒業後、上京して工玉社中学に入学するが中退。電信労働者、生観光などの職に就きながら、労働運動に関わるようになり、東京高度労働組合に入り活躍する。1925年、ソビエト連邦にわたり、モスクワの東方勤労者共産大学に学ぶ。 1926年、ソ連共産党に入党した。1927年、クートベを卒業し、帰国。宮本賢治らと、日本共産党の再建に着手する。しかし、治安維持法違反で検挙され、堺刑務所に服役する。1932年、釈放後は地下に潜伏し、東京市委員など共産党運動に取り組む。 1933年日本共産党中央委員に選出される。1935年、この頃、宮本賢治などの幹部が次々逮捕される中で唯一国外にいた共産党最後の中央委員であったが、本郷での全教との該当連絡のさなか再び逮捕される。国中では非天候を貫く。この逮捕を報道した新聞は最後の大物と称した。 1945年、他の共産党員と共に釈放。以降、中央委員、政治局員、幹部会員を歴任。1950年、コミンホルムの批判に橋を発する党分裂で、国際派に所属。同年末、国際派を代表する形で、中祖の共産党に、党分裂問題への介入を要請するため、極秘出国し、北京機関のある中国に渡航。 1951年、徳田九一、野坂33、西沢隆二らとモスクワ訪問。スターリンから党分裂について批判を受けたため、徳田に自己批判書を提出した。この党幹部によるモスクワ訪問は進行量討議が目的だったが、袴田は討議には参加せず、徳田らとスターリンの会議後に呼ばれて意見を聞かれたという。1955年、 六全協の決議分作成に関わる。1959年、第5回参議院議員通常選挙に立候補するが、落選する。1970年、党副委員長に就任。この間に党を代表して、ソ連や中国を訪問。1977年4月、党拡大の路線をめぐって、宮本賢治の路線を批判したことから党員権、制限処分。 その後日本共産党スパイサモン事件に関連して、週刊誌などで、党や宮本を攻撃した。これは、党規約の、党内の問題を党外に持ち出さないという、基本原則上問題となり、本人も、党の調査に応じなかったことから10月の党大会で、党員権剥奪処分、12月30日の党、中央党政委員会で、本人欠席のまま、規律違反を理由に除名処分を受ける。 1978年11月に新潮社から、四季曝露本、昨日の同志、宮本賢治へ、を出版し、反共層を中心に話題を呼んだ。また、翌12月には、私の戦後史を朝日新聞社で出版した。1988年、袴田が除名後も、党と関係が全くなくなったにもかかわらず依然として、居住していた。 共産党所有の家屋の明け渡しをめぐる民事訴訟では、除名処分という政党の内部審査が、司法審査に馴染むかが争点となったが、最終的に最高裁判所が、袴田の上告を棄却し、敗訴が確定した。詳細は、共産党、袴田事件を参照。1990年5月10日、死去、没後公開されたソ連の秘密文書により、 野坂33と共にソ連からの秘密の接触がしばしばあったことが判明した。実は、袴田は日本共産党を除名される前に野坂に関する疑惑を暴露している。日本共産党は反共独ソイスソキャンペーンとして多数のパンフレットや書籍を発行していた。弟の袴田道の子男はソ連に亡命した日本共産党員。 青山学院大学教授の袴田茂樹とロシアの政治家、イリーナ・ムツオブナ・袴田は、道のく男の息子と娘である。すなわち里見から見れば、甥いと命になる。ありがとうございます。